の必殺シュート、流星ブレードが決まった。先取点はジェネシスだ。分かっただろ、最強はどっちなのか。これこそエイリア石のエナジーで強化された人間の力なのです。この素晴らしさ、お前にも分かるでしょう、ひとみ子。なんて奴らだ。本当に俺たちと同じ人間なのか。人間を強化するエイリア石、それを政府に売り込もうとしているキラ聖司郎。キラの計画を実現するため、エイリア石で強くなったヒロト。ヒロト、お前たちのサッカーは間違ってる。本当の力は努力して身につけるものなんだ。果たしてそうかな。我らジェネシスこそ最強なのだ。言葉でわからないな。プレーで伝えるしかない。最終決戦、ザ・ジェネシス前編。無限ザハンドが破られた。パワーアップしたはずなのに。あんな奴らに勝てるわけないっす。そうだよ、パワーが違いすぎる。まずい。究極奥義が破られ、みんな動揺している。顔を上げなさい。今日までの特訓を思い出して。あなたたちは強くなっている。諦めず、立ち止まらず、一歩一歩積み重ねてここまで来た。自分を信じなさい。そうすればあなたたちは勝てる。私は信じているわ。ひとみこ監督。そうだ、最初はジェミニストームにも全然かなわなかった。でも今は最強のジェネシスと戦えるまでになった。俺たちは強くなっているんだ。たった一言で雰囲気を変えた。監督の言う通りだ。みんな絶対勝つぞ。ようやくライモンの監督になったな。私はこの子たちから学んだ。信じるということを。だからライモンの勝利を信じる。先取点を奪われたライモン、意気消沈するどころか勢いよく攻め上がる。俺の無限ザハンドはクランには通用しない。俺には無理なのか、遠藤さんの代わりは。普通に爆熱ストームを打つだけでは奴の守りは崩せない。爆熱ストーム。おっと、これはゴールとは逆方向だ。何、行け遠藤。キーパーネロに資格はないのか。グランに渡すな。いいのか、俺にマークを集中させて。俺はみんなを信じている。信じられるのは自分の力だけ。俺たちジェネシスは個人個人が最強を目指す。グランだけだと思うな。流星ブレード。
モンディフェンス陣、過労してゴールを防いだ！津波さん！いいぞ！津波！おう、ちょっとかっこ悪いけどな。すみません。俺が止めなきゃいけないのに。気にすんな。それより、どうしたら奴のシュートを止められるか考えろ。できるのか、俺に。ライモン必死のディフェンス！このままジェネシスのワンサイドゲームになってしまうのか！うちらも行くで。どうして僕はここに座っているんだ。完璧になるためにキャプテンやみんなと一緒に戦うことを選んだのに。アフロディ君は自分を犠牲にしてまで戦った。ソメオカ君は僕にフォワードを託してくれた。ゴーエンジ君は強くなって帰ってきた。僕はこのままベンチにいていいわけがない。分かっている。これじゃ何も変わらない。何もできないのか。またあの時と同じように。完璧じゃないから僕は誰一人助けられない。完璧じゃないから試合に出ることさえできない。お前の答えはグラウンドでしか見つからない。監督、僕を試合に出してください。僕はみんなの役に立ちたいんです。選手交代。浦部理香に代わって吹雪しろ。吹雪、今のままでは勝てない。点を取るためには吹雪くんの力が必要ですが。さあ行きなさい吹雪くん。はい、頼んだで。また一緒に風になろうぜ。分かってくれたんだ。完璧になりたいなら必要なものを間違えないことだ。僕はこの試合で完璧になる。みんなのためにもならなくちゃならないんだ。イナズマ！いいんだな。頼んだぜ、吹雪。よし、吹雪にボールを回そう。本当に大丈夫なのか？大丈夫さ、あいつなら。吹雪は自分で決めてグラウンドに戻ってきた。俺たちにできることはあいつにボールをつなげることだ。さすがライモン必死のディフェンス。だが跳ね返ったボールはミーズの心へ飛んでいく。キーパーネロ、余裕の構えだ。またもや防がれてしまうのか。なんと吹雪が走り込んでいる。これはシュートではない、吹雪へのパスだ。この一撃で僕は、俺は完璧になる。吹き荒れろ、エターナルブリザー。にもジェネシスのゴールはこじ開けられないのか。
ートに続きディフェンスも破られてしまった。僕のプレーが全然通用しない。完璧にならなきゃいけないのに。やっぱり吹雪くんはまだ。グラン、遠藤の神山向き、ライモンゴールに迫る。無限ザハンドは通用しない。どうすれば。情けねえ顔すんな、立ち向かえ。うつむいてるだけじゃ何にも解決しねえんだよ。流星ブレード、ここは私たちで止める。これがないもの。諦めない心。グラ、あの技次は破ってみせる。流星を止めることはできない。得点は依然1対0でジェネシスのリード。あの日僕は誓った、アツヤと一緒に強くなろう、完璧になろうって。でも完璧には。なんと痛恨のトラップミスだ。高円寺君、本気のプレーで失敗するならいい、だがやる気がないプレーだけは絶対に許さない。お前には聞こえないのか、あの声が。声、声なんて。何か。パーフェクト。完璧になるっていうのは、僕がアツヤになることじゃない、仲間と一緒に戦うこと、一つになることなんだ。そうだ、兄貴はもう一人じゃない。夕日が沈むまで夢中で追いかけた、ただ競い合ってたね、僕と仲間たち。吹雪、お前は一人じゃない、仲間がいる。お前を支え、共に戦う仲間が。早い、今までの動きとは違う。吹雪ちゃん、吹雪くん、これが完璧になることの答えだ。ウクレジェンド。ゴール！響きの新必殺技が炸裂！
ありがとう。ごめん、時間。すごいぞ、クモキ。踏み出したのは未来への一歩を。我々ジェネシスは点を失うだと。これ以上父さんに恥をかかせるわけにはいかない。いいな。はっ。まさかこのような展開になるとは。ジェミニやイプシロンを倒したライモンです。考えられないことではありません。ですがこれは偶然、二度と起こりません。少しは認めてあげるよ、エンド君。ライモンは俺たちと戦うに値すると。クリオ、諦めない。俺だって流星ブレード。俺だってライモンの一員なんだ。究極奥義は進化するんだ。俺が諦めない限り何度でも。エラン、たかがシュート一つ止められただけだ。間違いない。これがエリア席からエナジーを奴らに送っているシステムだ。システムを破壊。この試合は首脳陣の皆に中継されている。それを逆手に取る。エナジーを受けられなくなったジェネシスが力を失う様を首脳人たちに流すんですね。そうだ、こんなことは許されることではない。悪の企みは根本から潰さねばならないのだ。準備完了しました。なんだ。破壊成功です。これでジェネシスはおしまいだ。ご苦労様、鬼瓦警部。しかしあなたたちの苦労も残念ながら無駄だったようです。何？あなたたちの考える通り、確かにエリア席から出るエナジーには人間を強化する効果があり、エナジーの供給が切れると元に戻ってしまう。ではそのエイリア石で強くなったジェミニやイプシロンを相手に人間自身の能力を鍛えた。そう、ジェネシスは、ジェネシスの力は真の人間の力。弱点などない最高最強の人間たちなのです。ではジェネシスは訓練で強くなった普通の人間だというのか。ジェネシスこそ新たなる人の形、ジェネシス計画そのものなのです。お前の勝手で、みんなの大好きなサッカーを悪いことに使うな。君たちに崇高な考えの父さんを理解できるわけない。ヒロド、ジェネシスの力だ。スーパーノヴァ。無限ザハンター破ってしまうなんて。我らジェネシスこそが最強ということだ。